岡崎市内線とは、愛知県岡崎市内の岡崎駅前と岡崎井田を結んでいた名古屋鉄道の路面電車。便宜的には、福岡線の福岡町岡崎駅前間及び、衣線の岡崎井田、大樹時間を含む、福岡町、大樹時間を指す、路線廃止時点のもの。国鉄岡崎駅と岡崎の市街地が離れていたのを結ぶため、当初は馬車鉄道として、 1899年に岡崎停車場明大時間が開業。順次延伸し、1924年には路面電車として岡崎駅前退場時間が全通した。1951年には福岡町岡崎駅前間を延伸したが、モータリゼーションの流れに押され、1962年に全線が廃止された。 新設軌道であった福岡町岡崎駅前間の廃線跡は、名鉄バスのバス専用道路に転用されたが、これも2016年3月末に廃止された。出展、藤井県、名鉄岡崎市内線、岡崎市電物語、清水武市、田中義人、名古屋鉄道車両市場館。太地は廃線時に在籍した車両。 岡崎電気軌道時代に入線三河鉄道時代に入線名古屋鉄道時代に入線岡崎市内線が走っていた道路には電車通りという愛称がある帝国鉄道洋館第3版では1898年12月27日開業としている岡崎馬車鉄道に関するカテゴリーありがとうございます